はい、皆さんこんにちは、ギサと申します。本日はオールドルーキー第8話の紐解き解説をしてまいります。早速お話し入っていければと思うんですけれども、まず総論学びの方から進めてまいりましょう。今回なんですけれども、水泳選手の一件は来週につながりますので一旦置いといて、バレー選手の海外移籍の話がメインでございましたけれども、マネジメントのその先の信頼という部分が明確に描かれていてよかったなというふうに思いました。要はですね、非常にね、バレー選手は、能力に長けているプロであるので、海外の移籍の話が来たわけだけれども、本人が、この後話す複合要因で、移籍を渋ったと。で、それに対して高柳社長は、一種強硬手段というか、確かに客観的に見て移籍は悪い話ではないので、その、移籍先の人をわざわざ来日させて、ある種退路を断つような、ことを良かれと思ってあれはやってます。完全に良くないんだけど良かれと思って高柳社長はやっていると思います。なんですけれども、その行動がバレー選手の信頼を結果的に損ねて、より混乱に拍車をかけることとなってしまいました。で、結果的に良太郎のアドバイスというか、良太郎のスタンスを一種トークは学んで、で、とにかくコミュニケーションを取って信頼関係を、得ると。で、なんなら、結果的に移籍決まったけれども、本当に移籍をしたくないのであれば、マネージャーとして、その、意思に関しては尊重すると、なんとか、移籍しないような形で話を進めますっていうふうにしていたので、会社である以上ね、組織に従わなきゃいけない部分っていうのはもちろんあるのかもしれないですけれども、とにかく、一番やっぱりこのスポーツマネージメントによって大切なのは、マネージャーというのは選手から信頼を得ることであるということは間違いないと思いますので、マネージメントをするイコール、そのスポンサーを取ってくるとか、そういった CM に出るとかテレビに出るとか、そういったものと移籍交渉、お金の交渉に関して間に入るとかっていうところを機械的に粛々とやるだけではなくて、信頼感を得て一種心を開いてもらうっていうことが一番マネージメントに関しては重要だよなっていうふうに改めて思いましたよね。だからこれって多分スポーツに限らずマネージメントっていうもの全体におけることなのではないですかね。例えば芸能においても多分そうなのかもしれないですし、もう YouTube もね、マネージメントしてる会社さんとか、私は個人ですけれども、いらっしゃったりしますので、やっぱりマネージメントっていうのは信頼関係から、人と人とのつながりがね、そもそもなんですけれども、マネージメントからだと思いますので、それを改めて描いていて、で、それがなんならビクトリーの創業理念でもあるわけですので、それを一種今社長自身がちょっと見失っちゃってる。社長って悪い人じゃないと思うんですよ。もう何回もギャグシーン含めて描かれているので、社長はあくまでも一つのチームの、トップでしかないんだけれども、経営を考えたりとかいろいろと考えて壁にぶつかる中において、若干社長自身がその創業理念を今見失っていってしまっているという感じかなというふうに思いました。で、決断に関しては複合要因だから難しいなって今回も思いましたね。これはだから、これも多分スポーツマネジメントに限らず、決断というものに関してはいろいろなものが多分絡み合いますよね。だから今回に関しては海外移籍をする上で、コーチのことを、なんて言えばいいんだろうな。恋してるから、海外移籍したくないでもないんですよ。恋もしてるから海外移籍したくないであって、普通にスポーツ選、コーチとしても信頼してるし、もともとは選手同士であったと。で、しかも多分、不安を持っていた時に俺がコーチとして、一緒に歩んでやるみたいなことを、それは日本のチームの時の話ね。っていうところから、嬉しかったっていうところがあるので、一種今自分のモチベーションとして、恋が同行以外、選手としてやる気満ち溢れているのもコーチのおかげであるというところでありますので、その複合要因から難しい。そして一回海外にも行っていて、それでちょっとまた日本に戻ってきているので、海外への生活に関する多分、なんて言えばいいんだろうな、不安というか、そういったものも、あると。で、トルコでいて今度イタリアに行くことになりますので、それこそ、海外経験があるって言っても、国が違うとやっぱりまた違うものがあるじゃないですか。それは旅行行くときだってそうじゃないですか。旅行なりしてても初めて行く国って緊張したりするじゃないですか。そういうこと、料理合うのかなとかさ、そういったとこ含めてね。言語とか。だからそういった複合要因なので決断っていうのは難しいなというふうに思いました。だからやっぱそこのところの今回は、東子であるとか、良太郎であるとかっていうのは、ちゃんと全体を組んであげて、安心感を与えることによって移籍を OK にしたけれども、高柳社長は、非常に強硬論を立ててしまったので、結果的に今回彼がやったことは誤りですよね。
まあ、でもね、こういったミスっていうのが多分高柳社長はまた創業理念に立ち返ってチームが一枚岩となってより大きな未来に進んでいくきっかけになると思いますので、まあ、第8話でこういう展開っていうのはいいのかなというふうに個人的に思ったりもいたします。で、亮太郎資格合格早かったですね。私てっきり第10話ぐらいまでくすぶってね、そこからこう最後の遺跡かと思ったんだけれども、早かったですね。なんかいいとは思います。もう早かったので当たり前ですけども、その資格を、要は海外移籍であるとかさまざまなことをする上での資格を今回取ったわけですけれども、まあ何事もそうですもん、資格を取ったからってうまくいくわけじゃないじゃないですか。だから多分今後資格を取ったことによってサッカーの移籍の話とかするけれども、多分なかなかうまくいかないとかって壁が出てくると思いますので、そういったところで、この展開、このタイミングで資格を取ったというのはいいことかなというふうに思いました。で、一方で気になっているここの本題っていうのは何が思い合ってるかっていうと、これはあれです、かな子の成功に対してちょっと亮太郎がもやってるんですよ。悪い感じじゃないけどね、かな子が成功して講演会をしてベストセラーになって、今第2弾の本も準備していてという成功の波に乗っている中において、今回のバレー選手の一件も見たときに、自分はかな子を支えてあげられているのだろうかってところで亮太郎自身がもやってるんですよ。あ、私がって意味じゃないかね、これ。だから亮太郎自身が妻へに、なんかある種自分だよね、自分自身についてもやってるんですよ。確かにもう亮太郎はビクトリーでかなり戦力になっている。で、スポーツ選手であったから、来週まあ話つながる水泳選手の一件でもやっぱりもっとプロの選手に見てもらうってことは、ってこと心開いてもらってるし、十分成功してます、仕事としては。だから十分成功してんだけども、まあ、人間ってほら周りが成功してるって思ってもモヤモヤ抱えていたりするものってあるじゃないですか。だからそういったところに今亮太郎差し掛かっているので、まあ、もう最終盤なので夫婦関係ごたごたになることはないと思いますけども、亮太郎のモヤモヤが、まあ、かな子が察した上でもっと支えられてるよっていうのが見えたりとか、あと亮太郎自身が自信をつけるとね、多分モヤモヤっていうのが払拭できると思いますので、多分そういった展開が来週再来週とかで描かれていくのかなというふうに思いました。はい。で、その中で私このオールドルーキー比較的毎週平和な、まあ、学びのある話になっておりますけれども、まあ悪い人物がいないので、そうするとドラマでいうラスボスにあたる一番最後の難関っていうのは、そのサッカーの遺跡の話になるのかなと思っていた。それこそ資格合格しないとかなると思っていたんですけれども、なるほどって思ったのが、そうか、スポーツマネージメントってドーピングもあんのかっていうふうに、こう私ねマネージメント、スポーツか詳しくないので思ったので、まあ、来週マネージメントの話をして第9話でしょ、全10話11話と仮定した時に、その後サッカーの遺跡の話を最後にするっていう風になると綺麗にまとまりますので、まあ、そういう展開になっていくのか、それこそ私ドーピングなんてね、この第8話まで全ての動画で一度も口にしておりませんので、まあ、スポーツマネージメントをする上でこういう問題も起きるんですよって、多分実際取材をね、脚本家の方が取材をした上で、何かまだ一般人が知らないドーピングとかそういったこう緊急事態っていうのがもしかしたら描かれるのかなというふうに思いますよね。でも、まあ、メンタル描いて、怪我描いて、マスコミ対応描いて、ドーピング描いて、だいぶ揃ってきたなと思うんですけど、まあ、遺跡の部分かな、やっぱ海外遺跡、サッカーの海外遺跡最後かなと思いますけれども、また名前で忘れちゃいましたけど、横浜流星さん演じる第一話のサッカー選手も、マネージメント継続するっていう話出てきましたので、もしかしたらその話と、もう一人のサッカー選手の、神尾さん演じるサッカー選手の遺跡話とかつながる可能性っていうのが見えてきたなというふうに思いました。引き続き、まあ、楽しく、平和なドラマが描かれ、平和かつエキサイティングな話が、続いていくのかなというふうに思いました。で、ちょっとおまけの感想のところを話できればと思うんですけれども、まあ、この夫婦やはりいいですね。亮太郎はね、上で言った通り、今ちょっといろいろと自分は本当に妻のことをこう、支えられているんだろうかってところでもやってはいるんですけれども、多分ね、かな子の言っている言葉には嘘はないんですよ。嘘はないので、やっぱりこの夫婦間ね、結構いいと思います。それこそ娘たち含めて、そのなんていうんだろう、まあ、確かにちょっと典型的ではあるのよ。ハンバーグ一つ焼けない父親っていうのは、ちょっとなんか昔の仕事ばっかりやっていた父親像っていう感じなので、今ね、夫婦共働きで共に家事を分担してとかね、そういうことある中で、ちょっとあれはね、ベタすぎましたけれども、まあ、そういった細けい描写は置いといて、夫婦がちゃんとお互いを信頼していて、お互いを応援しているっていうところ、そして娘たちももう心を開いている状態でありますので、
なんか見ていてやっぱりすごく理想的な夫婦ではあるのかなというふうに思いました。まだだからもやってる部分があるので、リオ太郎がまだ一悶着二悶着あるとは思いますけれども、まあ、ドラマの性質上当たり前ですけど離婚して終わるわけないで、ないですので、まあ多分山も乗り越えた上で、ああこういう夫婦いいよなっていう展開に帰結していくかなというふうに思いますね。はい、で相変わらず社長の緩急が面白いですね。あのね、うまく作ってると思います。まあ、だ今回はかな子の本を自分で読んで自分でお弁当を作ってきて美味しいって言ったりするってめちゃめちゃ面白かったですけれども、あの愛嬌ある感じを見せることによって今回も社長って結構手段を選ばないで強行策取ったじゃないですか、海外からね人を連れてくるっていう。でもあれっていうのは社長は本来いい人なんだけれども、まあ、仕事においてね社長の責任感もあって余裕がない状態でそういうことをするようになってしまってますよっていうことを我々視聴者に伝える演出になってるんですよね、このギャグ演出っていうのが。なのでそこうまいなというふうに思いますし、まあ、なんか添町さんがね非常にこう硬派な演技が最近は多かったので、まあ、それこそ初期のねGTO とかね、ビーチボーイズとかね、初期なのかちょっとわかんないけど、私の中では初期なんですけども、まあ、あの頃の反町さんの愛嬌ある笑顔っていうのが見えているので、あのいいなっていうふうに思いますよね。で、その先が描かれている方がやっぱりいいなって思いました。どういうことかっていうと、ここで言ったその先ですね。どういう意味かっていうと、マネージメントの仕事をする上で大切なのはやっぱり信頼関係であり、時には目の前に移籍の話が来ていたとしても、まあ、移籍をしないのであればその意見を尊重しますって言ってこうちゃんと胸をこう開けて開いてくれるっていう感じっていう意味なんですけれども、つまりスポーツマネジメントのその先ですね、その心の部分も大切だよねってことなんですけれども、これ前回の第7話がパラアスリートの話だったんですけれども、あの話は私は多分第1話から第8話の中で一番学びのある回、私が本当に申し訳ないながら障害者スポーツとかに詳しくないのですごく学びのある回ではあったんですけれども、なんかね、学んだっていう感想だったんですよね、前回は。なので、それって大切だけれども、だし、スポーツマネジメントにおいて、障害者アスリート知らなかったんで、私詳しく。学んだっていうのはあったけれども、ドラマにおいて、ビクトリーという会社の人々を描く上で、あんまりその先の部分っていうのが、描かれていなかった。だからパラアスリートも通常の健常者スポーツのマネジメントと同じように考えろっていう高柳社長のアドバイスはあって、まあ、一緒に考えた上でマネジメントをちゃんとしていくってところはいい話ではあったんだけれども、まあ、今回みたいにそのスポーツマネジメントします、移籍の話来てます、好条件で来てます、でもなぜか選手がもやってます、なんでだろうってなった時にまず懐を開いてあげて、いろいろと会話コミュニケーションをする中で、ああ、コーチの部分とか不安なんだな、しかも恋をしてるんだなであるとか、まあ、そういったところまでこう知ることによってマネージメント結果的に成功してますのでね、そこまではねやっぱ第7話では描かれてなかったんですよ。別にしょうがないと思うんです。第7話は障害者スポーツ我々視聴者詳しくない人も多いからってところで、そこにこう要は主眼を置いてやっていたので、ワンメッセージとしては何ら問題はないんだけれども、ドラマとしてはやっぱりその先の部分コミュニケーションっていうのが大切だし、やっぱりそのスポーツマネージメントって仕事はまあ特殊な仕事かもしれないけれども、まあ全てはやっぱりね仕事のってコミュニケーションの上での信頼関係大切ってところに帰結するんだなっていうふうに、こう自分自身の社会人として自分の物語としてこう見れるのがある種日曜劇場としてのね満足度の高い演出だと思いますので、それが今回はあったので良かったなというふうに思いました。だからそれこそほら半沢直樹と全然違うドラマです。半沢直樹の時って倍返しを見ることによって自分自身が会社で倍返しすることができる、できなくてもなんかスカッとした上で、よし理不尽な仕事にはちょっとこう拒否とかしながら明日からまた頑張るぞみたいな感じに思えたりするので、やっぱ自分の物語として捉えられるとドラマっていうのはすごく楽しめると思いますので、その意味で今回はそこがちゃんと描かれていたので良かったなというふうに思いました。信頼関係のところが描かれていたので良かったなというふうに思いました。以上となります。まあ何度も言ってますけど、人物相関図11人でサッカーのフィールドなので、まあ、もうここまで来ていて、高柳社長も、ギャグシーン案もありますので、悪い人ではないと思いますので、この11人ワンチームで未来に進んでいくんだろうというふうに、思いますので、来週ドーピングの話をして、その後、最終章、最後の大きな課題に多分、ぶち当たっていくと思いますので、引き続き様々学ばせていただきながら自分自身のドラマと考えて、学びもですね得ていければというふうに考えております。まあ、いかんせん良くも悪くも考察要素のない、ドラマでありますので、日曜劇場私が
あれですね、 YouTube 始めて以来一番再生数が、取れてないですけれども、しょうがないですね、これに関しては。私もこう自分の感想を中心に話しておりますので、ね、しょうがない部分ではあるんですけれども、まあ日曜劇場で、YouTube ね跳ねた人間でありますので、引き続き最後まで私なりに私の視点で紐解き続けていければと思いますので、視聴者さん1000人ぐらい、1000人いかないぐらいですかね、この動画に関してはでございますけれども、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。